はい、それでは第1回始めていきましょう。この動画はですね、現役のプログラマーならぜひとも知っておきたい技術的なことなんかをできるだけいっぱい詰め込んで全部入りのパックみたいにして話していこうと思います。普段皆さんが何かわからないことがあった時とかって普通はこう調べて解決したりすると思うんですけども、たまにですね、そんなものがあったなんてみたいな感じで知らなくて勉強のしようがないってことがあると思うんですね。存在すら知らないことは勉強するのなんてもちろん不可能ですから、ぜひともね、そういう情報もたくさん混ぜながら話せたらいいななんて思いながら話していきます。それでは早速本編の方入っていきましょう。いきなりなんですけども、ドッカーをご存知でしょうか。第1回はドッカーの入門を今回は中心に話していこうと思います。今年はですね、5月27日に、先月もう終わっちゃったんですけども、1年に1回大きいイベントをドッカーが開いています。そんなものがあったりして、今何かと有名なドッカーなので、もうすでに知ってる人とか使ってる人も少なくはないと思うんですけども、いまいちまだ何のことかピンときてないっていう人のために今日は一回ちゃんと説明しておこうと思います。なんかね、こういう説明の方法とか動画もいっぱいあると思うんですけども、結局使ってるところを見せるのが一番早いと思うんですよね。というわけでですね、今からちょっとドッカーを使ってみます。いろいろ使い道がある中のそのうちの1個だと思ってください。あー、なんとなく便利そうだなというのが伝わればいいかなと思ってます。ここに、Docker Compose YAML っていうファイルがあるのが見えますかね。これを使う方法が多分一番楽だと思います、このファイルはですね、中身がまあいろいろそれによって違ってくるんですけども、ネットから拾ってきたりとか、チームメンバーがいるなら詳しい人からもらったりとか、だんだん分かってきたらですね、自分で作るなりもできるんですけども、とにかく何とかしてゲットします。そしたらこのファイルを使って Docker を動かしていくんですけども、まずは Docker 自体が使えることの確認をしましょう。みんなが嫌いなこの黒い画面を開いて Docker スペース -v と打って、バージョンの数字が表示されればあなたのパソコンでも Docker がもう使えますよという証拠になります、ではですね、 Docker Compose Up と打ちます。なんかそしたら文字がいっぱい出てきて Docker が動き始めます。さあ、そしたら次はあれをしてこれをしてとなるかと思いきやですね、なんとこれでおしまいです。はい、 Docker の使い方マスターしましたね、よかったですね。ファイルをゲットしてきて、それを Docker Compose Up するだけですね。使い終わった時には Docker Compose Down っていうのをするんですけども、 Compose Up と Compose Down を覚えておけばそれだけでも使えます。で、最初にもらってきたあの YAML っていうファイルのそれ自体がちゃんとした怪しくないものっていうのが分かっているんだったら、特に初心者だからといって危険なこととかもないですし、これを考えておかなきゃいけないとかっていうことも全然ないです。さあ、これでもう Docker は使えたんですけども、これで何が嬉しいのかっていうところを次は見ていきましょう。まずはこちらをご覧ください。適当な Google の Chrome ブラウザでも開いて、ローカルホストの8000というサイトを見に行きます。で、これはですね、Docker を使った自分の PC からだけ見える特別なサイトなので、他の人からは見えないです。そしたらですね、なんか変な画面が出てきましたね。で、これが私がテスト用に作っておいた画面になります。フラッターで書きましたね。めっちゃちなみになんですけども。で、このボタンがあるので、この Get というボタンを押してみます。右側にですね、リンゴとかブドウとかオレンジみたいな果物の情報がバーッとたくさん表示されました。この画面の他のボタンとかもあるんですけども、今はその詳しい話は一旦ここで置いておいて、今果物情報が表示されたところで何が起こっていたのかっていう中身の部分を説明していきます、今私が作った画面があったんですけども、ここでボタンを押しました。そしたらですね、そこからサーバーまで通信が飛んでいって、サーバーの方ではデータベースというところに入っている大量の果物の情報を取り出してきて通信を投げ返します。で、最後にこの返ってきた通信から画面に果物の情報を表示したというところまでが今起きていたことになります。で、ここが大事なんですけども、通信って言ってるんですけども、実は今説明したことの全部のことが私のパソコンの中だけで起こっていたことなので、本当のインターネットを使った通信はしていません。これって開発するときにすごい便利でですね、例えば本当に通信してしまうと、もちろんパソコンが何台も必要になりますし、通信のデータ量とか、あとセキュリティの心配とかもありますから、やっぱり気軽にいろんなことをするためには自分のパソコンの中で全部できた方が楽なんですよ。で、こういう考え方自体は昔からあるんですけども、そういうことをしようとした時に一つ困ったことがあってですね、それは何かというと、
準備をするのがすごく大変なところだったんですよね。サーバーとかデータベースとかいろんな知識がいりますし、パソコン一台一台によって微妙に設定が違ってたりするとすごい大変なんですよね。でもしもうまくいったとしても、開発してて途中でこれ最初からやり直したいなーなんてなった時にまた設定し直すのにすごい時間がかかったりしてしまうってこともあったんですよね。それを解決してくれたのがまさに Docker なんですね。Docker はさっき見せたようにちょっとコマンドを打つだけでパソコンの中に全部一瞬で作ってくれて準備まで終わらせてくれます。だからさっきは何もしてないのにいきなり通信ができたりとかデータベースの中を見ることができたんですね。つまりですね、 Docker が全部自動で用意してくれるってことは何かあった時にすぐやり直しが気軽にできるっていうことです。例えば練習用のデータベースの中が変なデータだらけになっちゃったりしてもね、もう一回それ全部消してやり直せばいいだけですからね。しかもですね、この Docker ってすごい便利なことに本番用のサーバーに移し替えるのがすごい簡単なんですよ。例えば今だったら Amazon の AWS とか Google クラウドプラットフォームとか Heroku とか、いろんな会社、大きい会社もですね Docker 用のサービスをちゃんと準備してくれていてですね、私たちが自分のパソコンの中で開発したものをパパッと本番モードにして、すぐ世界中の人から通信が飛ばせるようにもできるんですね。で、そこが今まであった似たような他のソフトとかと今勢いがある Docker との違いだったりすると思います。はい、じゃあちょっと忘れないうちにですね、Docker をストップしておきましょうか。はい、コントロール C で今動いていたサーバーから抜けて、はい、Docker Compose Down と打ちます。ここで試しにもう一回さっきの画面を見ようとしても、もう今 Docker が止まった後なのでもう通信できなくなっているのがわかるかと思います。さて第1回はこの辺で区切ろうと思います。今回まるまる Docker の話だけで終わっていくんですけども、これだけ Docker の話をいっぱいしてもですね、まだ初心者エンジニアの人もし見てくださっていたら、そういう人にとっては難しく感じてしまうと思いますね。そうなってしまう理由はですね、今日話して分かったと思うんですけども、 Docker の話をすると Docker 以外の知識ですね、 Web とかデータベースとかサーバーとか、あともっと Linux 関係の話とかもセットになっていっぱい出てきてしまうんですよね。むしろそういう話をしないと Docker の便利さ自体が全然伝わらないんですけども、なので、次回からはですね、そういったものの一つ一つですね、今使ったこの黒い画面の操作とか、あとウェブ通信の基礎知識とか、あとデータベースとか、あとフラッターとかですね、そういう話をいろいろとしていこうと思います。興味があるものとかね、興味がないものとかあると思うんですけども、もしも仕事で使うってなるとね、どれも役に立つようなものがいっぱいあると思いますので、ぜひ見てください。で、今皆さんがね頑張って勉強されてるコードとかプログラミング言語のことだけでも精一杯という人も、ね、いると思うんですけども、そういったものが最終的にどんな手順でユーザーから使われるようになるのかっていうのを想像できると、モチベーションもねぐーんと上がるかと思います。というわけでですね、最後に今日紹介できなかった用語なんかもちょっと混ぜながら短くまとめて終わりにしたいと思います。はい、まずは Docker というものがすごく便利です。で、コンテナという仕組みで、環境を準備しています。で、一つのコンテナにいろんな環境を詰め込んでも OK ですし、分けておくのも便利です。 Docker Compose というものを使えば複数のコンテナをまとめて管理することができます。ローカル、自分の PC だけでも通信ができたりするところが、そういう環境を一瞬で作れるのが Docker の便利なところでした。 Amazon とか Google の今流行りのサービスに移し替えが簡単にできるというところも良いところの一つでした。はい、というわけでこの動画はここまでにしようと思います。また次回の動画もぜひご覧ください。それではバイバイ。